2年間の修行を経て大きな成長を遂げたルフィたち、麦わらの一味。魚人島を経由し、ついに新世界の海へと漕ぎ出す。航海中、緊急信号を受信した一味は、発信元を追ってパンクハザードと呼ばれる島に上陸した。同じ頃、新世界の海軍基地に所属を移したスモーカーとタシギも上陸。ルフィたちを追う中で謎の研究所にたどり着く。先んじて研究所に侵入していた一味の前に現れたのは、金右衛門と名乗る和の国の侍だった。拙者、この島に息子を助けに来た桃之助という子を知らぬか。桃之助の捜索を手伝うことになったルフィたち。その途中、桜花七部会となっていたトラバルガー・ローと再会する。麦わら屋、うちと同盟を結べ。四皇を一人引きずり下ろす策がある。ルフィはこの提案を快諾。一味とローの間で打倒四皇を掲げた海賊同盟が結ばれた。ローは手始めにパンクハザードを支配する科学者シーザーの誘拐を提案。スモーカー、タシギとの共闘を経てこれに成功する。金右衛門の息子桃之助も無事救い出した一行は、ローの提案により次の目的地ドレスローザへと向かった。ドフラミンゴはシーザーと組んで人造悪魔の実スマイルを作り、四皇カイドウとの取引材料としていた。ローの狙いはドフラミンゴとカイドウとの取引を潰すため、スマイルの製造工場を破壊することだった。シーザーの身柄と引き換えに桜花七部会からの脱退を要求するロー。翌朝、ドフラミンゴの七部会脱退が報じられ、本人から連絡が入る。俺だ、七部会をやめたぞ。今から8時間後、北の孤島グリーンビット、南東のビーチだ。シーザーをそこへ投げ出す。勝手に拾え。一味とローはそれぞれの目的を達成すべくドレスローザに上陸するが、ドフラミンゴの返答すべては真っ赤な嘘だったと判明。ドフラミンゴは七部会をやめてなんかいねえ。その島から早く逃げろ。急げ。すでにビーチはドフラミンゴが呼び寄せた海兵に包囲されていた。新たな海軍大将フジトラはローに麦わらの一味との関係を問う。報じられた麦わらの一味の件、記事通り同盟なら苦労。彼らがローさん七部会であるあんたの部下になったのなら白だ。麦わら屋と俺に上下関係はない。記事通り同盟だ。これを聞いた藤虎はローの七部会の称号剥奪を宣言し、攻撃を開始。なんとかサニー号に退却したローだが、今度はドフラミンゴの追撃が迫る。ローはサンジたちに次の目的地ゾウへ向かうよう指示。自分がおとりとなってドフラミンゴの注意を引く間にサニー号を脱出させる。一方、ルフィたちは工場を破壊すべくドレスローザの町に潜入していた。ぼちぼち時間だ。
おい、ルイ、あれ。あ、なんだ。レベッカ、冷静になれ。誤った真似をするな。やだよ、私は今日の大会のチャンスにかける。お前に優勝できるような大会ではない。お前はまだ子供だ。私の言うことを聞け。何よ、親でもないくせに。あなたは片足のおもちゃじゃない。待て、やけになるな。すげー、おもちゃが喋った。うっ、やや、これはご客人。お荷物でもお持ちしましょうか。面白い兵隊。ややや、面白いですかな。いかがかな、いかがかな。おい、おっさん、そんなことより工場についてなんか知らねえか。工場。いえ、全く存じ上げません。そうか、なかなか聞き出せねえな。こっちから早いとこ工場ぶっ壊さないといけねえのに。ちょっと待て。ここでそんな過激発言はタブーだ。ドン・キホーテファミリーの耳に入ろうものなら。おい、お前ら、今何と言った。ああ、それ見たことか。怪しい奴らめ、ひっ捕らえる。厄介なことになった。工場の話は後だ。今は目の前の敵を倒そう。いつの間にか周囲を包囲されておる。全員倒さねば先へ進めんだろうな。話してたよ、知り合いか。娘のようなものだ。親のいない彼女の面倒を私が見ていた。へえ、おもちゃが人間の性能。やっぱここ変な国だな。いくら倒してもキリがねえ。あ、お前ら仲間呼ぶのやめろ。次から次へと敵さんが来やがる。いいぜ、この俺が相手してやるよ。
確かに工場は存在する。だが、私もまだ正確な位置を把握していない。ドン・キホーテファミリーから聞き出すのが一番手っ取り早いだろう。
ポンド砲、360ポンド砲、360ポンド砲、サン、精霊、流水、360ポンド砲。おい、お嬢の場所、教えろ。いや、俺は何も知らねえ。知りたきゃ上官にでも聞くんだな。上官なら、オリーダ・コロシアムに見る。今日は大会があるからな。さっさと上がってこい。なあ、兵隊。コロシアムって何するとこなんだ？伝統師たちによる殺し合いだ。この国ではこんな残酷な勝負、日常茶飯事なんだ。殺し合いが日常だと、ドレスローザ、まこと恐ろしい国でござるな。ドレス360ポンド砲、後悔するなよ。ひでえ国だな、ドレスローザ。これも全部ミンゴと工場のせいか。昔は本当に幸せないい国だったんだ。10年前ドクラミンゴに乗っ取られるまで。だがそんな悲劇も今日で終わりだ。必ずこの手でドレスローザを取り戻す。教えてもらおうか。俺が知ってるのはコロシアムの近くにあるってことだけだ。今回の大会の景品、あのメラメラの実らしいぜ。エースのメラメラの実が本当か、本物なのか。それ、どちらにせよコロシアムに向かおう。そこで真実が判明するだろう。コロシアムの地下へと向かうぞ。情報を嗅ぎ回る不定のやからめ、ドク
フィーにあだなす者は何人たりとも許さねえ。工場に迎えるな。だな。あー、でもその前に。俺、欲しい。メラメラの実。エースの能力をどっかの誰かに持ってかれるのは嫌だ。おめえにとっては形見ってことか。チャンスなら逃すな。後悔してもつまらねえ。こっちは俺たちにスーパー任せろ。行ってこい。うん。コリーダコロシアム、一般からの出場受付打ち切りますよ。おお、出る出る、俺が出るぞ。待て待て、その格好で行くつもりか。今朝新聞に顔が載ったばかりだ。変装ぐらいしろ。そっか、わかった。出場登録ですね。お名前は？俺はルーシーだ。いいじゃねえか、